宮崎市立宮崎西中学校は、宮崎県宮崎市原町にある公立中学校。本校には、宮崎市中学校体育連盟事務局が、併設されている隣接する宮崎市立、公平小学校は、国道10号線を挟んだところに位置する宮崎市立、宮崎東中学校に、校区外等生徒会活動生徒会役員は年に1回の、生徒会選挙で改選される。 代表委員会には、各学級の委員長と副委員長が所属その他の各種委員会には、各学級より選出された委員長が所属代表委員会、生徒会長、副委員長2名会計書記副委員長のうち1名は、ハートフル委員会委員長を、県務学習委員会生活委員会、環境整備委員会分解委員会、保健体育委員会図書委員会、 給食委員会ハートフル委員会年1回の5月の生徒総会も体育館にて実施されるその他、全校委員会学級生徒会学年生徒会部、活動キャプテン会選挙管理委員会、運動警部活動水泳部、バドミントンバスケットボール部バレーボール部、軟式野球部サッカー部ソフトテニス部、陸上競技部弓道部剣道部、専用施設として、武道場、弓道場などもある。 その他校外活動で新体操、柔道などに取り組むことも可能となっている文化系部活動美術部マーチング部、ありがとうございます。